かぐや様は最終回で1時間スペシャルとなっております。さてかぐや様ね、ちょっとホームページがだいぶね様変わりしておりまして、こちらさよならラブコメディ、恋するすべての人へ、世界を恋色に染めた伝説のエピソード、ついにアニメ化とね、かっけーちょっとねこれまでとはまた全然違ったね毛色のホームページになっております。世界を濃い色に染めた伝説のエピソードですからね、やば。ちなみにこちらストーリーページ最終回ね、なんと一切情報が出ておりません。これまではね全3話構成とかのサブタイトルがこういう感じで出て、あらすじのね文章が入ってて、スタッフもね出ててという感じだったんですが、こちら最終回ね何もありません放送をお楽しみに、この一言のみでございます。そしてまあ今回は、サブタイトルとはちょっとまた違うのかもしれないんですが、最終回2つの告白編ということでね、この文化祭方針祭で行われるであろう2つの告白についてのこのね最終回1時間スペシャルであるということが、ここからもね予測されます。もちろん2つの告白といえば誰と誰の告白なのかという話ですけれども、これちょっと捉え方がいくつか僕的にはあるかなと思ってて、かぐや様とね白金の、双方の告白っていう意味合いでの2つの告白っていう捉え方もありますし、もちろん石神くんとねつばめちゃん、ここのね告白っていうやり取りもありますので、ただね、石神くんはもう告白してるみたいなもんなのでね2つの告白っていうのがかぐやとみゆきの双方の告白を指しているのか、石神とつばめちゃんの告白も指しているのか、ここはちょっと難しいところですね。やばい、始まる。 BGM 切って MX です。一緒にいられる時間がね進学によって減るわけですけど、いやかぐや様完璧に装い切りましたね。ということで本日はねラストのギリギリでございます。いや名曲だったな、ギリギリもね。鈴木雅之3作目ですね、本当に素晴らしい主題歌ばかりをね手掛けてくれて、アニソン界のね超大物新人ということでね大きな話題にも なりましたし、鈴木雅之さんきっかけで、かぐや様見始めてハマったっていう人もねきっと多いだろうしね、僕らみたいなねアニメオタクとしてもそんなにね鈴木雅之さんの曲を聴く機会ってねあんまりなかった感じはありましたけど、いやー本当にかぐや様のおかげでねこう身近な存在になった感じはありますね。やっぱ原作ね読んでる組はもうこの最終回待ちに待ったって感じだとね思うんで、僕はね読んでないのでそれはそれで待ちに待ってましたけどね。今回の疑似サブタイトルである2つの告白のうちの、もちろん1つの告白、かぐや様からみゆきへの告白というところで、最近高木さんとかでも話したんですけど、卒業とか留学とかっていうのが近づいてきてね、こう無限にずっと続くと思ってたこのね関係性、学校生活っていうのがねこう急に終わりを迎えるところに来ると、終わりがあるからこそどうにかしなきゃっていうね焦燥感だったり、これがねやっぱいいとこですよね。いやーしかしかぐや様のねあの涙、もちろんね言ってほしくないっていう気持ちがねあるとは思うんですけど、前に進む会長が好きだから止められないっていうね、いい展開ですね楽しみだな告白ね。告白はさすがにね1時間のうちの後半でって感じですかね。さすがにねそんな序盤からねやるわけにもいかないとは思いますけど、こう40分ぐらいでやってもらって、その後のエピローグもね見てみたいなっていう気持ちはありますよね。ということでね、先週先々週とね巻いてきましたこのアルセーヌに関する部分の伏線の回収もねあるわけですね。なるほど。なんだかんだこのヒアーでねキャンプファイヤーに火を灯すところが結構ピークで来るのかなと思いきやね、ここはこう意外とスッとね過ぎていって、あの卵とか、なるほどね、アルセーヌの格好をしたみゆきとかね、その辺がメインになってくるのか。そして2つの告白編のね2つはやっぱりこう石神くんとつばめちゃんのところなのかなって感じはしますね。ね、チカちゃんチカちゃん、名探偵チカちゃんはそんなに出番がないのかなって感じしますけど、こうアルセーヌのね問題を解決するのにやっぱりこう大事な役割をね
になってるので、どっちかっていうと個人的にはなんかミコちゃんのキャンプファイヤーに対する思いみたいなものがね、こうもうちょいあるかなと思ったけど、意外とこうすんなりキャンプファイヤーもね成功したかなっていう感じでしたね。まあでもやっぱメインはね、どうしてもやっぱりこうかぐや様とねみゆきになりがちというか、やっぱりここが一番気になるところなんで、ここにね一番時間を割いてね描いてほしいところですね。なんか石神のねこう周りから嫌われてるというかね、まあ、昔あったことをね未だに言われてるっていうのはなんかこうねリアリティがありつつも、あの石神のね体育祭の時のあのうるせえバーカっていうねあの名言を思い出す感じもあって、なんか懐かしい気持ちにもなりましたね。いやほんとね、石神のあのあたりの下り反省文をね書くときに、こう石神の代わりにね会長がねやってきて、お前が書く文章はこうだっつってね、うるせえバーカって書いたやつね、あの辺の下りもめちゃくちゃ好きだったから、なんかそれをちょっとね思い出す感じをここに持ってきてくれるのもねちょっとエモいし、周りになんと言われようとね、こう素直に石神くんを見て、ね、そんな石神くんの様子から自分のね答えを決めようとしてるツバメちゃんっていうのも非常にね良いですよね。石神くんの方もねやっとねあのハートのクッキーを渡したことがね告白、いや気づいてないんですね、うんハートを渡すことがどういう意味合いなのかってことはまだ気づいてないですけど、石パト、いやいいですね、こういろいろねこうアルセーヌの難しい課題が何かあってみたいな感じなのかと思いきやね、ノーガードでね、やっぱりこうどうしてもねこの2人普段からだとね、まあ、カッコつけちゃうというかね、まあ、見栄を張っちゃうところありますけど、会長はこう恥ずかしさがねだんだん増してきて、かぐや様は自分がこう練ってきた作戦がね全ておじゃんになってとね、ほぼほぼ自滅してますからね、自滅したことによってノーガードになってね、こう素直に心からの言葉がぶつけ合えるような気がしますね。まあ、でももちろんねシチュエーションとしてはキャンプファイヤーが 見渡せる屋上というね素晴らしいシチュエーションが控えておりますので楽しみですね。どんな告白になるんだろうな、楽しみですね。でもピカちゃんはねちょっと謎解きの方に行ってしまったのでこっから先はね早坂も来ないだろうし、本当にねかぐや様と白金のね一騎打ちというか一対一がね始まりますね。楽しみだ。おお、やっぱ原作もねこういう感じなんですね。いやあの自販機の下りめちゃくちゃおもろかったですね。あの1万円入れてハートのねあれを探すところも、あのくねくねしてるところとかは元ネタがありそうでしたけど、何なんだろうな、ちょっとね元ネタがわからなそうだったので拾えなかったですけどね。いやコミカルでやっぱアニメにする意味がありますよね。さあビパト、うわーハートの風船が盗まれたのはこのための、うわやば、このためのハートの風船、いやこれはウルトラロマンティック。いやなるほどね、会長のキスが強烈っていうのはそういう意味のキスが強烈だったんですね。いや終わってしまったけれども、もう最高の終わりだったでしょう。ということでね、この後挿入歌パート出ますので、テロップもね。はい、センチメンタルクライシスということでね。いやー、まさかね、はるかさんのセンチメンタルクライシス、ね、今回流れてくるとは思わなかったし、挿入歌のね、タイミングとしても本当に完璧でしたね。いや、本当にかぐや様ね、様々な名曲がある中、センチメンタルクライシスをね選んでくれたってことがやっぱ嬉しい気持ちはありますよね。やっぱ最後はねこう生徒会の何でもない日常っていうところですよね。ここがやっぱり一番かけがえなかったし、さっきのねかぐや様の回想シーンでもありましたけど、かぐや様もね昔は人を見るたびにその人が使えるか使えないかを判断してっていう感じのね女の子だったわけですけど、そんなかぐや様がねこの生徒会に入って変わっていったのもね、この生徒会でねこう育んだいろんな経験がねあったからこそですしね。いやほんとアホかぐや様は可愛かったな。やっぱりねこの会長とかぐや様のね関係のベースにはやっぱりこのなんてことないね生徒会の日常があってこそですからね。いやすごい、えこれ
ね、だってこの最終回のこのハートの展開を知ってて、これまでの展開見たらニヤニヤしちゃいますよね。ハートがね飛んでる部分に関してもあんなにもねカメラワーク的にもねおしゃれに描いてくれたし、過去の映像としてもね一番最初の第一期のね花火を見に行くシーンだったりとか、まあ、本当にねいろんなかぐや様を代表する名シーンがね回想で流れたりっていうのもね非常に良かったですよね。いやマジで1時間ニヤニヤが止まらないいい回でしたね。伏線回収もね見事だったし、それに伴う全ての演出伏線回収いやーすごかったな。やっぱ一番最後の告白っていうところでねめちゃくちゃハードル高かったと思うんですけど、そのハードルをね優に超えてくる本当に最高のシチュエーションで最高の最終回だし、会長から告白できない理由がね、そう自分はかぐや様より劣ってるからね、そのために今まで頑張ってきてかぐや様とね対等にいるために告白できないっていうねあの理由がめちゃくちゃ良かったですねっていう話をしてたらですね、あのデートアライブ4期の最終回が始まりますので、ちょっと急いで MX をつけましょう。本当に初見だったから全ての伏線に対してね驚き散らかしてたし、いやでもねこれだって漫画でね初めて読んだ人もめちゃくちゃ驚いたでしょうしね。なんかね会長がこうオブジェクトを作ってるあたりからねそんなことあるのかというか、なんかこう少し違和感というかね、なんでオブジェクト作ってるんだろうみたいなのもありましたけど、こうハートの風船が盗まれたあたりの伏線とかはね、あそうなんだぐらいのしか思ってなくて、まさかねそうそうああいう展開につながるとはね思ってなかったし、キャンプファイヤーの炎で金色の玉が割れて風船が、しかもその風に乗ってねピンクのハートの風船が時計台に行くっていう展開もね驚きでしたよね。そこまで考えてミコちゃんをね押してたっていうね、いや素晴らしい伏線だったな。